皆さんこんばんは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、10月の19日、21時16分先ほど、木浪選手のヒットで、サヨナラ勝ち、収められました。まあ今日の試合ですけども、まあ、18時10分からの、まあ、テレビの放送だったんですけども、まあ、なかなかNHK の方で試合が始まらなくて、まあまあそういうふうなちょっとした内容とかいろいろ考慮しながらでしたね、対応。まあ大山選手は最初の方の打席、まあこちらの言葉の組み上げなどが、まあ、ちょっと対応できてなくて、まあ打ち損じてたんですけども、最終回しっかりと、噛み合って、言葉の組み上げが、間に合って対応できてました。まあ、昨日、まあ少し失言があったとするのであれば、YouTube でアップロードした内容、まあ他、まあ一般人の方へ向けてのメッセージで、他の、まあ国際試合云々の話をしましたけども、多分その言葉がワードになってしまって、昨日の晩というか、まあ今日ですね、厳密に言うと3時に夜中に起こされてるんですね。まあ特に睡眠薬も飲まなくて寝てたんですけども、3時頃からまあ電波であれこれ言われて無理やり起こされてる状況で、まあそこから睡眠薬を服用して、まああの状況はもう飲まないと無理ですね、ずっと言われてきてますから、家の中で。まあそれを乗り越えての、まあ今日の試合という形でしたね。まあ当然今日も遊んでないですし、で、まあ試合中、まあなんとか投手陣踏ん張っていただいて、まあこちらの方も踏ん張って、なんとか同点のまま最終回を迎えれたっていうところが大きなポイントですね。最後の最後までしっかりとつなぎの野球ができて、必然かのように8番バッターの木浪選手に打席が回ってきてと、2ストライクまで追い込まれても、私も木浪選手も諦めることがなかった。だからこそこういう結果が生まれたんだと思います。まあこれがずっと、まあさまざまなスポーツの勝ち負けに取り組んでいての、まあ、結果の出し方だと思うんですね。最後の最後まで絶対に諦めない。まあなんとか3勝0敗まで、持ってこれましたので、まあ明日当然勝ちに行くんですけども、まあ、まずは14時から、明日に関してヴィッセル神戸の試合ありますけども、ヴィッセル神戸の試合は14時からなんですよ。なんか時間帯がちょっとバラバラなので、まだ対応しやすい日かなとは思っています。まあ、あと、まあ、明日、できれば決めたいところですね。ということで、皆さん、本日はお疲れ様でした。あとは、まあ、YouTube にこれ、アップロードしておくために、まあ、自分の予防策でもあるんですけども、基本的に私は、23時から、翌日の朝の9時までのスポーツの勝ち負けはお断りなんです。で、一応これを言った時にいつものパターン、もうこれ先に言っておいて見破っておきます、延長戦のパターンですね。で、23時を回るようなケースを作って勝ちに来ようとするパターン、先に見破っておきます。その時はその時で対応します。以上です。皆さん、本日はお疲れ様でした。
また明日、しっかりと、勝ちましょう。以上です。